この扉を進むっち、ここから来たのにっち。みんな、ちょっと待って。ん？どうしたんだ？奥に誰かいるみたいですね。しまった、気づかれたわ。止まれ。なんだこいつ。どう見ても不審者っち。貴様らは最深部に眠る古の傷を求めし者か。え、どういう意味？古の傷に何を求める？そこにあるのはありし日の衝動だけだ。古の傷？何を言っているのかわからないけど、私たちの邪魔をするなら容赦しないわ。おい、さっき焦るなって。こいつ絶対強いって、絶対ヤバいって。眠りし傷が目覚めた時、それは崩壊の序章となるだろう。まだ時は未知の古の傷を求めし者よ、ここから立ち去るがよい。はい、そうですか。ってそんな簡単に済む話じゃないのよ。そうだっち、誰もオイラたちを止められないっち。さっきダメだって。こいつ絶対に戦っちゃいけない人だって。ゲームとかでよくある負け確定イベントだって、どうあがいても絶対に勝てないやつ。ほら、もっとレベルとか上げてさ、なんとかオーブを手に入れてからまた来ようって。何言ってんの？これは現実よ、ゲームなんかじゃないわ。サキさん、リュウもなんだかとっても嫌な予感がしてきました。オイラもそんな気がしてきたっち。ほらな、ここはおとなしく引き返そうぜな。ダメよ、私たちがやらないで誰がやるっていうの。古の傷を求めし者よ、ここから立ち去るがよい。だから立ち去らないって。ならば審判を始めよう。連なる三種の合図を道しるべ。ダメだサキ、急いで逃げるぞ。え、ちょ、アサヒ、あんたその手。サキさん、ここは逃げましょう。行くぞサキ。もう、まだ時は未知の古の傷を求めし者よ、早く連れてくるがよい。どうやら追ってこないみたいです。はあ、助かった。あのまま戦ってたら絶対に危なかったって。サキ、お前俺たちに感謝して。いつまで握ってんのよバカ。ヘブ、まったく、いきなり手を握るなんて信じらんないわ。アサヒ、セクハラっち。マジかよ。わ、皆さん、それにしてもあの人は何者だったのでしょうか。サキさんはどう思いますか。おそらく彼は妄想者か、私たちと同じ妄想を認識できる存在ね。じゃなきゃここには入れないよな。ええ、そうよ。妄想を見ることも感じることもできないわ。リュウたち以外にもいるんですね、妄想中に入ったりする人って。まあいてもおかしくはないんだよな。それはそうだけど、でもあの人は何の目的でこんな場所に。いやいや、深入りすんなって。あいつただものじゃない雰囲気が漂ってたぞ。何よ、ただものじゃない雰囲気って。いや、わかるだろ、なんかヤバそうな雰囲気だよ。それにでっけえ斧みたいな武器持ってたし。オイラも感じたっち。ピン君はともかく、アサヒはアニメや漫画の見過ぎよ。まさに中二病っていうのかしら。人のことどうこう言えないわよ。でも今はやっぱり戻った方がいいと思います。あの人がいる以上奥へは進めませんし。納得いかないけど仕方ないわね。一度ここから出ましょうか。敵がいるっち。
いるっち。オイラは戦いたくねっち。扉を発見ち。ノックを割って、敵がいるっち。どうするっち。敵を3体発見し、先手のチャンスっち。今のフィールドいつでも展開できるっち。リクシャルは残り1体っち。袋の敵がいるっち。敵は3体っち。先生でも油断大敵っち。かかってこいよ。っやるだろ。あたしどうしたっち。3体しか持ってないっち。扉を発見っち。ノックを忘れる。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。この子、誰？朝日の知り合い？いや、知らない。自己紹介がまだだったね。私、ほおずきあかり、16歳。え、16歳？どう見ても中学生にしか見えないけど。っていうよりもお姉さんです。みんな、よろしくね。あかりさん、こちらこそよろしくお願いします。よろしくな。で、何和んでんのよ。細かいことは気にしない。さきさきも一緒に和もうよ。どうして私の名前を知ってるのはさきさきだけじゃないよ。りっぴょんも、あとピンくんも。ちあなた、何者なの？それは確かまだ内緒のはず。あんまり勝手に喋ると怒られちゃうからね。でもね、妄想の侵食に気づいているのはサキサキたちだけじゃないんだよ。あれね、ちょっと待ってね。はいはい、スーパー天才団員のあかりちゃんだよ。団員？なるほどなるほど。それだったらズバッとサクッと解決しちゃうよ。副団長？歓迎会だね。了解だよ。それじゃ、解決するのはその後かな。ズバッとサクッとゴクッとボキッと解決しちゃうんだから。はいはい、それじゃあ団長、待っててね。ごめんごめん、そろそろ戻らないと。お仕事のお時間みたいだよ。それじゃあみんな、バイバイ。また会おうね。何だったんだ、あの子。ちょっと、何ボサッとしてんの。あかりちゃんを追うわよ。え？ピン君のことまで知っていた上に妄想の侵食まで知っていたのよ。急いで追いかけましょう。詳しい話を聞く必要があれば。ポイントって忘れずにしとけって。妄想球って一丁入っとくっち。侵食されてるな。どう見ても妄想に侵食されてる。落ち着いている場合じゃないわよ。一体今度は何の妄想なのでしょうか。メイド
ト喫茶メイディアーズです。一緒に萌え萌えしませんか。あ、萌え誰かと思ったら朝日様じゃないですか。え、知り合い。まあ、萌えはすぐそこのメイド喫茶メイディアーズのメイドさんだよ。メイドさん、可愛らしいです。はじめまして、鈴森萌えと申します。よろしくお願いしますね、お嬢様。お嬢様、私はそんな。何照れてんだよ、女はみんなお嬢様なの。え、そうなの可愛らしいお嬢様ですね。いや、気のせいだ。そんなことないですよ、サキさん、とっても可愛らしいです。それじゃあ本日はお嬢様と一緒にご帰宅ですか。あー、そうだな、ちょっと疲れたし、お茶でも。朝日、私たちは今誰を探しているんだっけ。ごめん萌え、また今度来るよ。はい、承知いたしました。それではまたのご帰宅を楽しみにしていますね。あー、行っちゃった。せっかく萌えが接客してくれるチャンスだったのに。へえ、朝日は妄想よりもメイドさんなんだ。ああ、そうだ。それに萌えはな、お店の看板に写真が載るくらいの人気メイドなんだぞ。入店以来一日も休んでないっていう秋葉原メイド伝説に名前を残してるくらいなんだ。鼻の下伸びっぱなしよ。ニートの朝日が朝日様って呼ばれてたっち、おいらもピンクン様って呼ばれたいっち。ちょっとピンクン、勝手に出てきちゃダメよ。ずるいっち、おいらもピンクン様って呼ばれたいっち。ピンクンって意外と男の子なんですね。メイドには男の夢が詰まってるからな。ってことはこの妄想、まさにメイドの妄想ってことかしら。そうかもしれません。右を見ても左を見てもメイドさんだらけです。だけどまだ入り口はないみたいね。なんかちょっと前の秋葉みたいだな。俺テンション上がってきた。少し前の秋葉原ってメイドさんブームの最盛期でしたもんね。ってことはここの妄想者はメイドさん好きの方でしょうか。今日も萌えたんにただいまを言わないと。萌えたん、ずっと一緒だから。例えば彼みたいな。おいおい、ここは秋葉だぞ。メイド好きな人間は5万といるって。だとしたら少し厄介ね。やっぱりここは後回しにしましょう。今はあかりちゃんを見つけるのが最優先よ。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。妄想球に入るっち、オイラは。あれ、そこにいるのは朝日様じゃないっすか。あれ、ナナちゃん、こんなところで何してるんだ。買い出しっすよ。そういう朝日様は。あ、ちょっと人を探してて。朝日、また知り合い。知り合いっていうか、まあそうかな。さっきの萌えと同じ店のメイドさん、ナナだよ。どうも、はじめましてっす。ナナオナナっす、オッス。なんかちょっと変わった子ね。だけど、ナナさんも可愛らしいです。そんな、恐縮っすよ。ああ、そうだ。なあ、この辺で赤い髪の女の子を見なかったか。赤い髪っすか。白い服を着ていて、身長は150センチもないくらいで。もしかして知っているの。見た気がするっす。だけど見てない気もするっす。謎っすね。謎ですね。やっぱり見てない気がするっす。ちょっと、
忘れちゃった代わりに紅茶をサービスするっすよ。お嬢様と一緒にご帰宅したらいいっす。きっとそれがいいっす。そうだな、うん、そうしよう。朝日、ごめんなさい。どうしたっすか？ごめんなな。また今度時間があるときに行くよ。残念っすけど、いつでも待ってるっすよ。朝日はメイドオタクだったの？いや、違う違う。たまにフラッと寄る程度だよ。意外と飯がうまいんだ。その割には仲が良さそうに見えましたけどね。立表にまで誤解された。で、そうじゃなくて、明かりを探すんだろ。さ、行こうぜな、お嬢様。うるさいわね。どこにもいないわね。夜になっちゃいましたね。はあ、探し損だ。俺の今日消費した体力を返してくれ。もしかして秋葉原から離れちゃったんですかね。そうなのかしら。まあ今日はもう解散でいいか。これ以上探してもきっと見つからないだろう。それもそうね。もうこんな時間だし。あの、明日はどうしましょう。中二の妄想球はパス。フードのあいつ絶対にヤバいやつだから。でしたらメイドの妄想の原因を探してみますか。そうね、そうしましょう。誰が妄想者か意外と早くわかるんじゃないかしら。おい、だから言ったろ、この秋葉にはメイド好きが5万といるんだ。ええ、そんなのわかってるわ。だとしても原因はどちらかしかないわ。メイド好きな人間か、もしくはメイド本人か。なんでメイド本人も？メイド好きな人間ならわかるけど。少し前の秋葉原ってメイドブームの絶頂期だったんでしょ。だからきっとリュウと似たような経緯でメイドが盛り上がる秋葉原を妄想したんじゃないかってことですよね。なるほど、そういうことか。リッピョンが言うとなんだか説得力あるな。だけど仮にそうだとしたらまた大変なことになるぞ。どういうこと？だって秋葉にはメイドが大勢いるんだ。1店舗に10人だとして20店舗で200人だ。まさか秋葉中のメイド喫茶を一軒一軒しらみつぶしに探したりしないよな。え？そのつもりよ。それ以外に何か方法があるのかしら。朝日さん、もしかして何か素敵なアイデアをお持ちですか？え？いや、それはそのそうだな、ないかな。ないです。はい、だったら決定ね。しらみつぶし作戦よ。足で稼ぎましょう。頑張りましょうね、サキさん。妄想の侵食から現実を守るんです。ピンク様って呼ばれたいっち。なんだろう、男チームの役立たずか。それじゃあ明日裏通りで待ち合わせしましょう。時間はお昼の13時でいいかしら。はい、理由は大丈夫です。はあ、13時？せめてあと1時間は寝かせてくれって。これでも譲歩してんのよ。はっきり言うけどさ、俺起きる自信全くないから。もうしっかりしなさいよ。でしたら朝日さん、理由に任せてもらえませんか？はい、もしもし。あなたのハートへ。え？レッツピョンピョン。ああ、朝日さん、おはようございます。リッピョンこと百瀬リュウ、14歳ですよ。ああ、そっか、昨日。お約束通りのモーニングリッピョンです。どうですか朝日さん、ちゃんと目を覚めましたか？おかげさまでバッチリだ。ありがとな。これから準備して向かうわ。はい、お待ちしていますね。裏通りのメイドさんの妄想の前ですよ。まさか俺だけに生挨拶をしてくれるなんて。なんだか今日はとってもいい日になりそうだ。